こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひかりです。たくみです。はい。今日はですね。はい。島村に行ってきたのということで、はい、この間ね、みんなにどこの購入品が見たいかっていう話を聞いたら、うんうん、結構島村見たいっていう子が多くて、私昔よく行ってたんだけど、都内ってあんまりないじゃん、大きい島村、全然行かなくなっちゃってた。ただやっぱ今もやっぱ島村って人気なんだよね、と、ね、いうことで、はい、まあ、久しぶりに行ったらね、いやすごかった。すごかったね。まあ2、3着買えたらいいかなぐらいの気持ちが、もうあんなでかい袋になりました。すごかったの、本当に、ね。とにかく、この値段でこのドンピシャなものを買えちゃうのっていう、結構秋服メインで、これからの季節に着れるアイテムをたくさんゲットしてきたので、はい、ご紹介していきたいと思います。はい。ってことで、レッツ、ゴー！ということで、1着目、はい、こちらでーす。今着てる、このインナーも、ワンピースも、島村のものになります。ということで、ご紹介していくと、まず、インナー、前ボタンテレコ PO、690円。もうね、1000円未満のものほとんどで、みんな、ウィーって言っちゃうと思うんだけど、これがシーズンリーズンっていうシリーズで、宝島社のリンネルっていう雑誌とリンレッドがプロデュースする島村のブランドなのかな。このシリーズがマジで良くて、ここに前ボタンが 1,2,3,4,5 5個ついてるんですけど、ボタンもね、なんかちょっと可愛い色なの。こんな感じでワッフルじゃないんだけど、ちょっと柄が入ってるような、柔らかくてすごい着心地がいいのと、こういうね、なんかベージュ系のやつ割と使うんだよね。だからこれはまあ着回しがいいなと思って、ね、そう思って買いました。こちらワンピースの方がペイズリープリーツワンピース、これもなんか島村のシリーズの一つで、ルッティクエ、これもね、なんかちょっと今時っぽいシリーズで、めっちゃ可愛かったんだけど、これね、なんかね、でもロング丈なんだけど、こんな感じ、全部プリーツになってて、 A ラインかな、軽くプリーツだけど絞まる感じはなくて、結構ストンと落ちるようなタイプのものになります。でこれは 2,3 色ぐらいあって、ちょっと違うだけだったんだけど、まあ悩んでこの黄色っぽい色にしました、うん。これ嬉しいのが、まあ、キャミワンピなんだけど、後ろにね、紐調節ができるようになってて、これをリボンの長さを変えるだけで簡単に調節がつくので、まあ、どんな身長の方でも着れるかな、ね、っていう感じでした。柄超今どき感ない。しかも柄によって結構雰囲気違ったよね。そう、布がもうすでに可愛くて、こういうプリーツワンピース、しかも秋っぽいやつ買ってなかったから、ロンティーでもいいし、もうちょっと寒くなってきたらちょっと分厚めのニットでもいいし、うん、メッシュのトップスとか合わせても、タンクトップ合わせても、だから多分年中着れるんだよねこれ、うん。これはお気に入りです。可愛い、はい、ということで次、ということで続いてがこちら、ベスト。こちらツイードニットベストになります。これもね、シリーズのやつで、ディアフル、プチプロのあやさんがプロデュースするブランド、島村に今すごいベストがいっぱいあって、今年ベストバヤリだから、値段安くて人と被りたくないの探してる人ぜひ行ってほしいんだけど、短めのワンピースに合わせるようなピタッとしたタイプのベストもあったし、こういう感じのダボっとしてるタイプのやつもあったし、ちょっと韓国チックなモノトーンの組み合わせのパンツとかに合わせられそうなやつもあったし、ライン入ってるタイプ、ね、そう、特にこういうベージュ系のやつもめっちゃ種類があって、何個か手に取っては悩んだんですけど、一番なんか使いやすそうで可愛かったのでこれにしました。ツイードじゃなさそうなんだけど、折り方だったりとか色がいろいろ入ってる感じとかはツイードっぽく見えるかな。で着るとこんな感じです。これ今なんか中こういうの着ちゃってるからあれだけど、 T シャツとかシャツとか合わせてあげるとめっちゃ可愛く着れると思います。ここがね結構緩めだから、下はまあスカートも大丈夫だと思うけど、ちょっと緩めのワイドパンツとかが合うのかなって勝手に思ってます。とにかくめっちゃ可愛い、ゆるい感じがすごい可愛いし、色もめっちゃタイプです。これも2色ぐらい展開があったんですけど、こっちの色の方が断然可愛かったということで、次手がこちらのパンツ、幾何学ジャガードフレア。これもさっきのね、ルティックっていうシリーズ、ちょっと裾がフレアになっているニットパンツかな、うん。ウエストが結構緩めで、私が見た限りでは M と L しかなくて、前はまっすぐで、後ろだけザリザリ、こっちはゴムギューンってなってるんだけど、前は割と綺麗なので、私はこれ一折りしてぴったしかなって感じ。そうするとここのラインとかもめっちゃ綺麗になるし、ウエストもぴったりなので一折りして履こうかなって思ってます。でも一折りしてもね全然大丈夫。今はこんな感じだけど、もうちょっと丈が長めのシャツとかティアードのワンピースとか夏に着てたものに合わせてあげると可愛いかなと思うと、まあ、あとね次に登場するやつにも使えるかなと思って購入したんですけど、このねジャガーパンツめっちゃ種類あって、あったね前からちょっと狙ってたのこれは、うん、島村で流行ってるっていうかいっぱい売ってるっていうのを聞いて欲しいなって思ってたんだけど、種類ありすぎてドンピシャなもの見つけられてなかったんだけど、これは超ドンピシャ、これから大活躍します。ということで次続いてはこちら、2way ジレになります。これも可愛いの。
770円。安っ。本当は1969円だったんだけど、うん、770円に落ちてました。これ多分一応夏物で安くなってるんだけど、 L サイズしかなくて買うか悩んだんだけど、ジレだけどそんなに気にならなくて、大きさがこれはこの今中に着てるノースリーブキャミみたいなのとセットだったんだけど、うん、ジレ自体も 2way になってて、前がここまでボタンがあるタイプで、後ろはボタンも何もないタイプで、これを前にすることもできる、前後逆で着れるよってことね。そうそうそう、立ってみるとこんな感じ。結構長さは膝下20センチぐらいあるのかな、十分って感じなんですけど、 M でも全然多分大丈夫だっただろうなっていう感じです、ね、でこれのいいところはなんかレースがねちょっと普段ない感じなんだよね。ちょっと安っぽくない、似たようなデザインがなさそうなレースなのが良くて、ちょっとポコポコしてたりとかして、レース自体が良さげでしたっていうのと、あとちょうどウエストのところでボタンが終わってるの。切り返しのところってさ、特にこういうゴムパンツ履いてるとなんかダサく見えるじゃん、うん、それがちょうど隠れてめっちゃいいやってなって。なるほどね。でこのボタンもプラスチックのやつなんだけど、安っぽいテカテカしてないちょっとだけマットっぽい感じのボタンで、浮いてないのも良かったです。今あのノースリーブのやつを着てますけど、緩めのニットだったりとか、秋冬も着れるかなと思って購入したんですけど、夏に出会いたかった。そうだね。まあでもそのおかげでね、半額以下になってるから。そう、めっちゃ安くなって買えたから、どこにでもあるわけじゃないかもしれないんですけど、今多分夏物がセールになって安くなってるものも増えてると思うので、はい、ぜひちょっとお近くに下村があることは探してみてください。はい、ということで、次。たくみくんのやついこうかな。たくみくんもちょっとだけ買ったのよ。こちら。でれーん。マルチボーダーティー。こんな感じ。でれーん。いいよね。 M サイズなんだけど結構あのオーバー目、横幅が特に大きい、身幅が広い、ね、そうそう作られてたので、 M サイズでもちょうどいいかなと思って、緩く着れるかなと思って購入したんですけど、色合いがね着やすそうだなっていう、それだけ。そうね、うん、あと値段が安い、890円。え、なんかたくみくん一軍の T シャツ多すぎるのよ。だからそこまで気合い入れなくてもいい時とか、気軽に出かける時も一軍の着るのよ。ヨレヨレになってくのよ。だからそれをちょっと防ぐために気軽に着ていける二軍 T シャツそうそういう感覚で島村行くのいいよね。いいよね。で、思わぬ一部を見つけるっていうね。そう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 。で、これ一応ベースがグレーなんだけど、グリーンのラインとか白のラインが入ってることによって、そんなにグレー感がないのが私的にはめっちゃいいポイントだった。そうね。うん、ってことで、次、続いてが、こちら、パジャマ。パジャマでーす。冬用のパジャマをもう買ってしまったんですけど、こちら、モールニットフト。細だって、俺。え、モールニット細。嘘、私フト買っちゃったんだ。あ、あったんだ。あったのかも。細が良かった。これね、ミラモコシリーズで洗えるやつ。触り心地めっちゃいいんだよね。そう。ゴムの感じもいいし、ゆるさもいいし、まあ、値段がね、そもそも1290円。高いパジャマって私もったいなくてなかなか着れないの。わかる。なんか特別な時に着たくなっちゃって、なかなか着れないの。でも好きじゃん、このモコモコって。で、このモコモコを気軽に感じたいなと思って買いました。色も可愛くない？このブルーめっちゃ。てか太ってこれか。これだわ、絶対。本とベージュ。ベージュだね。これも一応レディースなんだけど、L サイズ合わせたらなんか履けそうだねって話になって買った。お揃いのパジャマ。パジャマでした。ということで、次、ここからがワンチャン探してたやつなのよ。狙ってはいて。これがこちら、ててー、ミッフィーアイテム、かわいい。これはピアス 6P ミッフィーシルバー、シルバーのミッフィーですね。なんかミッフィーのグッズめっちゃあって、主にアクセサリーアイテムが多かったかな、ね、あとはキッズ系が多かったんですけど、この私が探したところにはもうこれしかなくて、他にもピアスはいろいろあったみたいなんですけど、これしか見つけられなかった。他もしなんかここでいいの見つけたよっていう人がいたら教えてくれ。島村って各店舗でさ、店長が入荷するものを決めるんだよね、確か。え、そうなんだ。だから店によって全然違うんだよね。あともう一つ、じゃん、こちらミッフィースニーカー、かわいい。拍手ください。ありがとうございます。これね、側面にミッフィーと、この上のところにお花とリンゴ、うん、あとこの裏がベージュになってるんだけど、ミッフィーって書いてある。形的にはね、アリスのスタンスミスと配色の感じも形も同じです。近いです。ただこれめちゃくちゃ軽いのけど、ここにソールがちゃんとあって、漏れそうな感じもあります。疲れに、まあ、歩行をサポートしてくるらしいよ。で、中もちょっとベージュっていうか、クリーム色になってて、まあ、ミッフィーが好きっていうのもあるんだけど、まあ、見た目ね全然安っぽくないというか、使いやすそうなのと、この後ろのベージュがすごい可愛くて一目惚れした。このコーデには合わないわってことがあんまりなさそうだなっていう、私のコーデ的には。お散歩だったりとか運動用とか気軽に履けるスニーカーとして買いました、ね、ということで、
次ということで最後靴下でーす。これね1個290円なんだけど、安い、すごいいっぱいあったの。こういうの欲しかったのよねっていうものが結構あって、ここがウニョ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 ってメロンになってて、この後ろもウニョ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 ってメロンになってるっていう初めて見たデザイン。ここになんかタグが1個ついてる。これはもうめっちゃ秋も使えるけど春も使える、めっちゃ良さげな靴下と、あとこっちはこんな感じでちょっとつぶつぶになってる砂っぽい感じのニットの靴下ですね。でこれはね何がいいって想像以上に薄いの。こういう靴下って分厚いこと多くて、これにスニーカーとか履くと結構なんだけど、そうそうなるんだけど、そこまでね分厚くなくて結構薄めなのが私的には高ポイントで、これからそれこそ秋冬に向けてめっちゃ使いやすそうなニットの靴下だなと思って買いました。はい、ということで、はい、今日は島村の購入品計11点をご紹介しました。噛んでますよ。もう3回ぐらい言い直して無理だったから諦めます。久しぶりに行ったらすごかった。すごかったね。え、可愛くないみんな、うん、なんかもちろん値段が安いっていうのもあるから妥協って思うかもしれないけど、島村でコーデしなくて一品だけ入ってたらバレない自信あるぐらいいいものめっちゃあった。そうだね、うん、あとやっぱトレンド抑えてるね。自分が欲しいものが見つからないことがないなって思った。何かしら1個ぐらいあるなと思って。種類がいっぱいある。例えばこのパンツだったりとかベストだったりとかでいろんな種類があるからこそかぶりづらいかなって、うん、そうだね。そうそう、似たようなものがいっぱいあってデザインちょっと違うものとかも多いから、うん、まあ、その分多分数は少ないんだと思うけど、トレンドなのにかぶらないってめっちゃ嬉しいじゃん。こうやって今紹介しなかったらバレずに生きていけそうだなって思います。確かに。これからもミッフィーちゃんグッズが出そうなので、あんまり家の近くにはないんですけど、まあ、定期的にねチェックしようかなと思います。はいはい、ということで最近家にミッフィーが増えすぎてミッフィーに侵略されつつあるなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ミッフィー、あー怖い。ミッフィー払えるところに